ラリー・ユージン・カールトンはアメリカ合衆国カリフォルニア州トーランス出身のギタリスト・作曲家。ベーシストのトラビス・カールトンは実域でツアーにも同行したことがある。6歳の頃からギターを始め、ハイスクール時代にはブルースギタリストの BB ・キングやジャズ・サックスプレイヤーのジョン・コルトレインに影響を受け、ジャズを演奏し始める。スリム・エドワーズやジョー・パスに支持した。 1966年から1968年まで L.A. ハーバーカレッジ、1968年から1970年をロングビーチ州立大学で音楽を専攻した。サンディエゴで開かれた南カリフォルニアビッグバンドコンテストで最優秀ソロイスト賞を受賞し、1968年にファーストアルバム With A Little Help From My Friends をリリース。 その後もソロでの経歴を重ね、1971年から1976年までジャズロックグループザ・クルセイダーズに参加する。1977年にはワーナーブラザースレコードと契約し、1978年から1984年にかけて6枚のソロアルバムを制作した。その楽曲と演奏に対し4つのグラビー賞を受賞している。 1970年代にはロサンゼルスでセッションミュージシャンとしても活躍し、スティーリー・ダンやジョニ・ー・ミッチェルも含む多数のアルバムに参加している。ローリング・ストーン氏のベストギターソロに関する投票では、キッド・シャルマーニュでのプレイが第3位に選ばれている。1985年にはアコースティック・ジャズ・アルバム制作のために MCA レコードと契約した。その成果が、 アルバム、アローンバットネバーアローンである。この年から1990年の間、カールトーンは、様々なソロプロジェクトで活動し、再度グラミー賞を受賞している。しかし、アルバム、オンソリッドグラウンド制作中の1988年4月、ルーム335の外にいた青年に、銃撃される事件が起きた。幸い一命は取り留めたものの、 この銃撃により彼の生体は破壊された上、左腕にも麻痺が残り、発声をしたりギターが演奏できるようになるまでには、半年以上を要したほどの重傷であった。彼自身も重大な精神的外傷を負ったが、徹底的な治療とポジティブな持ち前の精神力で、最終的にはこのアルバムを完成させ、1989年に発表した。1991年からは、 ブルースアルバムのレコーディングを開始するが、ジャズ制作のオファーがあったため、制作は遅れることとなった。このブルースアルバム、レネゲード・ジェントルマンは、最終的には2年後の1993年にリリースされた。1994年から1997年にかけて多くのツアーに参加し、また、1995年にリー・リトナーとのデュエットアルバム、 ラリーリーをリリースした。1997年からは、リトナーに代わり、スムーズジャズグループである、フォープレイに参加。リトナーと違い、それまであまり他のメンバーとのセッションがなかったため、参加当初は、従来からのブルース思考に拍車がかかるなど、グループ内での音楽性の違いがやや見受けられた。しかし、活動を続けるに従い、 双方に、リトナー時代と違った融合が生まれた新フォープレイの確立に成功し、ソロ活動においても、フュージョンとブルースをよりうまく融合した、新しいカールトンミュージックを確立した。1998年11月、ブルーノート東京の企画で、東東のスティーブ・ルカサーと日本ツアーを行い、その模様を収録した、ノーサブスティテューションズ、ライブイン。 大阪を2001年にリリースし、ヨーロッパと日本でツアーを行った。このアルバムは、翌年第44回グラミー賞で最優秀、インストゥルメンタルポップアルバム賞を受賞した。また2015年にも再び、ルカサートのアジアツアーが行われた。2003年には、10年ぶりとなる、全編ブルースとなるアルバム、サファイアブルーをリリース。彼自身の原点回帰を行っている。 当時所属していたフォープレイが BMG のアリスタ参加のブルーバードレコードに移ったことによりカールトンも遺跡2005年にファイアワイヤーを発表その後メジャーレーベルから離れ自主レーベル335レコードを創設2007年に自己のヒット曲をリテイクしたグレイテストヒッツレコーズボリューム1をリリースしている2010年にはソロ活動に従事するため 4プレイを脱退。6月に、ビーズのギタリスト松本隆弘との共作、テイクユアピックをリリースし、日本ツアーを行い、このアルバムは、翌年代53回グラミー賞で最優秀、インストゥルメンタルポップアルバム賞を受賞した。ES-335 を使用していることでよく知られており、ミスター3 3 5という愛称で呼ばれている。彼が所有する、 ホームスタジオの名前も、アルバム、夜の方向収録の曲に合わせて、ルーム335という名前にしている。ギブソン社は、カールトンが所有する1968年製の ES-335 を元に、ラリー・カールトンシグネチャーモデルを発売している。また、かつては、バレエアーツ社ともエンドースメント契約を結んでいた。この他にもフェンダーストラトキャスター、フェンダー、 テレキャスター、レスポールスペシャル等を使用している。アンプはダンブルアンプを使用している。ダンブルアンプの状態やライブハウスによってはフェンダー社製アンプやブルードトーンを使うことがある。2018年現在、ダンブルが製造を打ち切ったことと本人が所有しているアンプが老朽化したため、ダンブルに代わってブルードトーンのアンプがメインとなっている。1980年代には メサブギーのアンプを使用していたこともある。ありがとうございます。